岩手大学は岩手県森岡市上田三丁目18番8号に本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は岩台。上田キャンパス図書館に併設される放送大学岩手学習センター1876年設置の森岡市販学校を起源とする。1949年に岩手市販学校。 岩手青年師範学校、森岡農林専門学校、森岡工業専門学校を統合して設置された。森岡高等農林学校卒業生として、宮沢賢治がおり、宮沢賢治センターが設けられている。森岡市にある本部や主要キャンパスに加えて、水産業や東日本大震災の復興支援のため、三陸地方各都市に研究所や、サテライトエクステンションセンターを持つ。 これらは岩手大学三陸復興地域創生推進機構が所管している。農学部には国内でも数少ない獣医師養成の過程を要する。国立915校の一つであるが現在に至るも医学部を有しない。放送大学学園と単位互換協定を結んでおり、多様な学習の機会が提供されている。本学は地域連携、産学関連系に重点を置いている。 教育の面では、環境教育と連携し全学的知財教育に取り組んでいる。旧森岡高等農林学校本館農学部付属、動物病院上田キャンパス難問、付属植物園門指導を挟み北側に、理工学部、南側にそれ以外の学部が位置している。東日本大震災からの復興支援の一環として、岩手大学と立教大学が共同で設置。 農学部講義胸教員所属組織はて、大学組織図による、上田地区に時計寮、同胞寮という二つの学寮、高松地区に北科寮、購買寮という二つの国際学生宿舎がある。三陸復興、地域創生推進機構を中心に、金融機関を含めた企業や地方自治体との連携に取り組んでいる。個々の企業との共同研究や協定のほか、 岩手山学連携推進協議会を通じて、大学初シーズンの実用化を進めている。その拠点施設、銀河オープンラボを2018年に開設した。ありがとうございます。